次はカレーですね。カレーはね、あ、またカレーっていうか。で、あ、ケイトさん豆ありがとうございます。こんなところで言うことじゃないかな。とカレーの方ね、ちょっと自分焙煎しますんで。カレー焙煎。SB の粉っす。辛いですよ。辛いり。これはね、やってる人間も臭くなっちゃうんで。あ、手が洗ってなかった。あ、臭い臭い。臭いじゃないの。いい匂い。いい匂い。2、3日煮るのが臭くなるっていう。あ、やべえな、換気扇の押すけどやべえな。うちの妹覚醒して降りてくるかもしれない。焙煎に曲げられねえなって、カレーです。やべ、寄ってきた手元が。体にも本当、皆さんこれ要注意、ガッツリ換気扇回しやってくださいね。そろそろかな。本当はこの粉だけでカレーやると真っ黒なカレーになりますよ。焦げちゃんぐらいまでやって、このいった粉で、もう少し黒くしたいな。わあ、いい匂いだ。こんなもんすね。これにこのカレーを入れるわけですよ。少し水も入れないわけだ。
もうこれ言ってる時点でなんか頭から汗出てくるんだよね、匂いで。しまざったかな。ブラックカレーす、俺的。そして超辛いっていう。ちょっと煮詰めます、このまま。普通のご飯こぼしてるんだよな。もうすごいいいね。よし、ブラックカレー完成。これも十分カレーでもあるんだ。シムの飯っていうことで、あらあら、おいどっかしょ。シメご飯。ちょっと待って、今来てます。絶対カレーもこれ。うわ、あった。洗い物がめんどくさい。2回目の乾杯。じゃあ行きますか。真っ黒でしょ。いただきます。うまい。辛い。風味も辛さもガラッと変わるもんね。これにすると苦味もありつつ、ダメな人はダメかな。でもこれ過ぎです。うん、カレー。
カレーは辛くないと。うちの家族は甘口なんで、カレーカレーとも食わないんだけど、別でこういうことして食べるっていう。甘いのも好きなんですけどね。まだ汗止まんね。この時期に鉄砲で汗ぬぐうなんてちょっとやりすぎだっすね。調子こきすぎました。すいません、ケブった。うん、でもうまいな。ごちそうさまです。では皆さん、いい新年を。おやすみなさい。今日の晩酌です。これね、昨日あの出汁取ったエビの頭、フライパンで空入りしてある程度水分飛ばしてから空揚げにすれば美味しいですよ。まあこれは餃子だね。あと筋子納豆、相変わらず散らかっております。このエビの頭はね、エビも捨てるとこなくていいよね。いただきます。うん、うまい。っていうか、もうだいぶ食ってたんだけどな。今日は男梅サワー。ああ、いいね。あと餃子。コショウをテポさん教えてくれた。むせるんだよな、素で。いただきます。あ、大丈夫だった。うめ。では皆さん、いい晩酌を。